ATTI 道場と呼ばれるドローンの練習エリアにですねやってきております。このオズモポケット3は遠くからですねドローンが飛んでいるコース全体を撮るのに使いまして、インスタ360 AS Pro 2の方はですね操縦装置の方を見て手元の動きをよく映すと。私はモード2なので右手は位置を決めたら絶対に動かさない。今ちょうど橋を渡ってますね。こんにちは、ニレコムです。本日は相模湖もりもりっていう旧名称が相模湖プレジャーフォレストっていうレジャーランドに行こうとしてまして、遊びに行ってるわけじゃなくてその中にですね併設されているドローンの練習場に行こうとしています。さあここから右折すると入り口です。敷地内をくねくね走ること5分。私は実はドローンのインストラクターもやってまして、受講生向けにデモンストレーションも必要なので腕がなまらないように定期的に自主練しています。世話になります。なんかコースレイアウト変わった。一応眩しいんで、はい、一番上と一番下だけはこっち向けにしました。八の字だけはちょっとここに木があるので、はい、こっち向きにしちゃうとあれなんで、うん、だから向こう側からこっち向き掃除する。はい、こんにちは、ニレコムです。本日はですね相模湖もりもりの中にあります ATTI 道場と呼ばれるドローンの練習エリアにですねやってきております。光の目的にこうかな、眩しいです。後ろにですねピルエットホバリングのエリアがあってですね、でここなんか段々畑状のコースになっておりまして、下が8の字とスクエアのコースですね、この下の方にあります。また後でちょっと行ってみようと思いますけれども、ここで3時間練習したいと思います。はい、いつも通りですねファントム4使ってファントム4プロプラス使って練習してみたいと思います。なので今日はですねこのカメラオズモポケット3を持ってきておりまして、稼働するの結構久々かなってとこなんですけど、三脚持ってきましたのでこちらできちんと固定してですね今日は飛ばしているところを模範演技的にお見せしようかなと思います。模範になればいいんですけどね。はい、頑張ります。これは8の字コースをこう縦から見てる状態ですね。ここからちょうど縦に8みたいな字を描きながら飛ばします。さあ、でこちらがですね、こちらがスクエアコースとなっております。まああれだね、ABCDE パイロンが緑っていうのがなかなか、いつもですねデジタルハリウッドで講師をやっているときはいつもですね青いパイロンなんですね。実はまあ別に色が絶対これじゃないといけないっていう決まりはないはずなんですけど、はい、なんか新鮮というかなんか見慣れねえなっていう感じはします。はい、じゃあこちらでスクエア飛行から飛ばしていきたいと思います。操縦装置電源オン、機体電源オン。あれですね、マットが柔らかいので一回持ち上げてあげないとカメラのジンバルがちゃんとこっちに向いてくれないんですね。はい、電源系統異常なし、操縦装置異常なし、バッテリー燃料異常なし、リモート ID 機能異常なし。2等の実地試験想定で P モードで高度 3.5 メーターで飛行してみます。下方センサーは今回オンにしておきます。周辺の状況異常なし、気象の状況異常なし、離陸します。スティックを逆8の字にしてモータースタートです。現在風力3ぐらいあります。横風でですね P モードでも左右に揺られています。 3.5 メーター上空まで到達しました。気象 A 地点に向けて A 地点へ向かいます。とにかくゆっくりした動作を心がけます。 A 地点上空到達しました。 B 地点へ向かいます。これ普段と違うコースなので画面を時々見てるんですけど、実際の実地試験本番では画面は見てはいけません。
B 地点到達しました。 C 地点に向かいます。C 地点到達しました。 D 地点向かいます。とにかくですね、一定のペースで進行します。D 地点到達しました。 E 地点向かいます。E 地点到達しました。 A 地点向かいます。 A 地点到達しました。着陸地点向かいます。 着陸地点上空到達しました。周辺の状況異常なし、着陸します。風にやや揺られますが、ゆっくり着陸します。なんとコーヒー、紅茶のサービスが追加されておりました。ありがたくいただきます。一等無人航空機操縦士実地試験スクエア飛行を開始します。周辺の状況異常なし、気象の状況異常なし、離陸します。1.5 メーター上空まで上昇しました。A 地点上空へ移動します。A 地点上空まで到達しました。 B 地点上空へ移動します。 B 地点上空へ到達しました。 C 地点上空へ移動します。D 地点上空到達しました。 D 地点へ向かいます。 D 地点上空へ到達しました。 E 地点へ向かいます。 E 地点上空へ到達しました。この時左に車が2台見えまして、ここ駐車場なのでこちらに接近してこないか様子見ています。A 地点上空へ向かいます。2台目の車も向こうへ行くようです。 A 地点上空へ到達しました。着陸地点上空へ向かいます。 着陸地点上空へ到達しました。周辺の状況異常なし、着陸します。着陸しました。それでは二等無人航空機操縦士実地試験8の実行を実施します。
周辺の状況異常なし、気象の状況異常なし、離陸します。8の字の難しいところはいかに円を滑らかに描くかです。 1.5 メーターまで上昇しました。右回りで8の字を実施します。2等の8の字のコツは進行スピードを常に一定に保つことです。私はモード2なので右手は位置を決めたら絶対に動かさない。左手のラダーの調整だけで8の字の回る角度を調整します。ゆっくり進めばラダー調整だけで綺麗に回れます。離陸パッドの上を通って左半周へ移行します。右半分へ行くため切り替えしています。さあラスト左半分です。周辺の状況異常なし、着陸します。着陸しました。一等無人航空機操縦士実地試験8の字飛行を実施します。周辺の状況異常なし、気象の状況異常なし、離陸します。 ATTI モードなので離陸は慎重に。1.5 メーターまで上昇しました。ホバリングします。1、2、3、4、5。それでは8の字を実施します。2等は機械的な動きでしたが、1等は臨機応変さが求められます。ATTI なので8の字中央ではややドリフトターン気味になります。一等では風の影響を受けにくくするため、多少スピードを出した方が制御しやすいです。スピードが詰まっちゃうと今のように不円滑になっちゃいます。下方ポジショニングセンサーを切っているので、高度も不用意に変わります。さあラスト半周。周辺の状況異常なし、着陸します。地面効果で足元すくわれてます。多少ずれてもそのまままっすぐ下ろした方が減点は少ないです。着陸しました。一等無人航空機操縦士実地試験ピルエットホバリングを実施します。周辺の状況異常なし、気象の状況異常なし、離陸します。ピルエットホバリングは一等のみの試験です。 ATTI でふらつく機体を抑えて20秒で一周します。 3.5 メーター上空まで上昇しました。右回りで左
ピルエットホバリングを実施します。1、2、秒数は時計を見ずに自分でカウントします。6、7、なんでそんなにカウント正確なのと試験官に驚かれたこともあります。12、13、14、ここでは緑の円が原点区画です。18、19、20、周辺の状況異常なし、気象の状況異常なし、着陸します。ATTI 道場の閉店時間が迫っていたので一発撮りでしたが、まあまあですかね。着陸しました。はい、ということでですね、無事に ATTI 道場での、まあ、練習を終えましてですね、今日やりたかったことは2等と1等のまあそれぞれのこうおさらいですね。なんか口がですね、寒くて今口がかじかんでてですね、改めて今日やりたかったことは2等と1等のそれぞれのこうおさらいですね。おさらいですね。3コースありまして、スクエアと8の字とあとピルエットホバリングですね、こっちですね、にあるピルエットホバリングと3コース無事に、おさらいを終えました。あと風がね、なんか今日結構強くてですね、なかなかいきなりハードモードで波乱の船出って感じでした。ヒトサービスの中堀さんがああやってコースの撤収をされています。ちょっと今日は2台体制ってことで、このオズモポケット3は遠くからですねドローンが飛んでいるコース全体を撮るのに使いまして、広角レンズをつけてより広く映るような状態にしておいて、首にぶら下げたネックマウントのインスタ360 AS Pro 2の方はですね、操縦装置の方を見て手元の動きをよく映すと、この2台体制でちょっと撮ってみました。後で合成してみてですね、なんかいい感じにこういう形で飛ばすんだよっていう、他の方がこれから実地試験を目指す上でのお手本になればなっていうふうに思っております。なかなかね、そうは言っても結構風が強くてですね、なかなかいい感じで飛ばすのが難しかったんで、まあいいところ1回ぐらいは残ってたらいいなっていうのが、各コース1個ずついいところ残ってたらいいなっていう感じです。はい、面白かったらいいね、評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。この皆さんのですね、いいね評価がこのドローンとスキューバダイビングの動画の、まあ、励みになります。よろしくお願いします。それではだいぶ寒くなってきて喋りが硬いんですけれども、ニルコムがお送りしました。じゃあねー。